財布悪くね。そして女神像どこやねん。すげえ寄ってきとるやん。なんで。あらまあ。何事って思うな。たまたま。何これ海マジすげえ。さあこれだ。思った以上に近かった。あすげえ花とかいっぱい置いてある。花とか持ってこよかったなってな。あのこの間言ってた水難事故の時のあれらしいね、供養館に建てられた。ねえ花買ってくるべき、ズザザって言ってもいいよ。バーッカねえどっかで花買う、買う、ねえ花買ってこうよ。夜来るとき。こんなことになったら気づかんかったな俺。これは気づかんな。線香選んだ。ゴミ捨ててくやつおるやな。どこもかしこもマナー悪いね。あ、何だろう。ベンチでそれか。うん、まあ下見 OK。なんか花植えたらねえじゃん。おもちゃやね。口紅とかも置いてある。俺も買ってこ。よし、覚えた。登ってていいよ。いいよ、止めてるから。よーい、スタートって。よいしょ。早送りだな。いいよ。クロックスで、あ、でもあれか、滑る、怖っ。あ、無理、怖い。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、じいちゃんはんです。はい、どうも。どうも。お笑い芸人。ここ何やったっけ。ネタ中河原 海岸。海岸、そう。海岸のマリア像か。そう、マリア像は何だっけ。そうだ、あの事故で水難事故があって、うん、それの供養のために建てられたマリア像が実は心霊的にヤバいということの検証。おお、検証。でもね、今日はね、三重県に来た、わざわざ来ましたから。どうする、もう行く。マリア像見に行く。行っちゃうか。寒いな、やだな。まだちょっと8時前8時、ね、8時前。周り見た感じ11時ぐらいだけどな。真っ暗。本当に明かりないんだな、この辺り。全くの暗闇。一歩向こう行ったらそこそこ大きい道路なんだけどね。うん、すごいなここ。まあ隣がもう三重県、あ、海だからな。これでガンガンやったら怖えわな、逆に。海上都市出来上がってるみたいな。でも真っ暗。暗い。歩くのも長い。長くはない。嘘。よし、じゃあよいしょ、とりあえず行ってきます。行ってきます。寒い。さっきの小鳥さんたちどこ行っちゃったんやろね。どっかでみんな寝てんやろ。嘘、どこ行くんやろね。あれ、こんな近かった。
俺も今思った。やろうっすか。あ、鳥で感動してあれか。明日待っとったからか。明るいな。普段だいぶ抑えてこうやって行ってるもんな、ライト。反対側から見えるからやめろって。ね、マリア像、マリア像にね、今来ました。すぐそこにもう本当に20メーターぐらい、20メーターぐらいかな、うん、すぐそばに、うん、今からちょっと階段を降りて行ってみたいと思います。とにかくね、すごい、すごい本当に、指先が超かじかんでんだ。あ、冬だよね、完全にね。そんなことやったよ。ダメだ、焼肉のせいで動きたくないわ。ハハ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 。そんなわけです。え、一枚、一枚だけです。失礼します。ここは何だっけ。メガミゾ、メガミゾ中河原海岸のということですね。不気味。なんか喋ろよ。いや、近所迷惑にならない。大丈夫大丈夫。ちゃんと説明しながら映していて。説明しながら、説明する記事は携帯しか持ってねえぞ。わお。あ、人を生贄にしてるな。この女神像の、行こう。撤退じゃ、撤退じゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。ここすげえな。なんか感じる？全然やばいもんいない。うん、やっぱ海の中か。海の方が取れたな。海の方がオーブがすげえおるべ、うん、そりゃそうだな。こっちで事故起きてるもんな。あのスピード何あれ、光船じゃないの。あんなに速い船って、あれ動いとるよな、光が。うん、何あのスピード。船ってそんなに速くスピード出る。漁船だってこんな低い低空飛行の飛行物体ないだろ。そうやな。ツッシーとかよ。なぜここで出た。止まった止まったな。ヨッシーやね、やっぱし。だってなんか今日取れる気がしないもん。マジか。うん、わざわざ来たのに三重県まで。いや、本当にガチで取れる気しねえもん、今日。大声出してたらなんか幽霊はしゃぐ。もう全く取れる気がない。この間言ってた向こうの海岸ぐらいが一番ベストだじゃん。一番そこがあったな。水難事故ってどうなんだろう。この海岸で起きた事故としか書かれてないけど。っていうかさ、はい、寒い。
あったかくなってから来ようか。そうか、寒い時期の三重県はダメだな。三重県は寒い、この海からも何もない風風こっち側からやけど、海と反対側から来るねんけど、まともっていうのこの冷たい風が。すいません、寒い、撤退します、寒さで。ちょっと舐めてましたね、だいぶ鼻水出てくるもん。マジやべえ。でもなぁ、おっ、うん、能力、霊感が強いでよ。とかこれ寒いよ。車の中でさっさと温まろう。あんたよ、普通に折れるね。え、もう慣れた。嘘、もう痛いの通り越したもん。ずっと痛いのが続いとる。腰だな、俺。骨身に染みてる。骨に染みらんがよ、俺この脂肪じゃ。オーバーする。オーバーする。映った、やったぜ。やったぜ。オーバー映る。何を言っとるんや、俺は。今シルエットパシャッと撮ったら映った。おうおうするじゃあ何を求めとるんだろうな。海は映るとかさ、魚は映るだったらまだ分からんでもないけどさ、オーブは映るって撮れてるやんって。ほらこれやろ、もう撮れない。ほら、まあ後で確認しますわ。